これは知らなかった。川西航空機。かつて川西航空機という航空機メーカーが存在し、水蒸気と飛行艇を得意とし、多数の海軍機を製造しました。ここでは川西航空機が生産した代表的な3機種を紹介していきます。 日本海軍は対米列勢の艦艇勢力を補うため、基地発進の長距離攻撃機を構想し、最初に実用化されたのは97式飛行艇。魚雷2発を搭載した状態での航続距離は約 5000km。 初期には長距離爆撃や対艦来撃任務に就いたが、損害の割にはあまり戦果は上がらず、以降は大航続力を利用しての長距離偵察や対戦紹介に従事した。生産機数は179機。97式飛行艇の更新機材として開発されたのが2式飛行艇。 機体前後部や上部の銃座は動力銃座を採用、燃料タンクには防弾を施し、長距離飛行を行うことからトイレや仮眠用ベッド、食品用冷蔵庫も設けられていた。昭和17年3月には、大航続力を活かして2機で真珠湾を再空襲した。 B-25 や B-17 を積極的に追撃して撃墜した記録もある。武装は 7.7mm 機銃1丁、20mm 機関砲5門、爆弾 60kg16 発、250kg8 発、800kg2 発のいずれか。 水上戦闘機、強風を陸上戦闘機化した市電をさらに低翼に再設計した機体で自動空戦フラップや操縦翼を採用していた。主翼や胴体内の燃料タンクはすべて防弾タンクで自動消火装置も装備していた。 制空権を取り戻すべく、精鋭パイロットが集められた第3、4、3海軍航空隊に優先配備され、米軍機迎撃に奮闘した。水上戦闘機から支電解ができるまでの変遷は別動画で紹介したいと思います。 川西航空機の伝統は世界一の飛行艇 US2 を生産する新名和工業に引き継がれているのは嬉しいですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければ中島飛行機や九州飛行機の動画もご視聴ください。